さっきの勢いはどうした？あ？なんだその目は。まだ殴られたのか？斉藤、おい斉藤、斉藤、終わりだ。このくそ、何なんだこいつは。今日は執行日じゃないだろう。ここまでだ。どうしてだ。別にいいだろうが。こんなクズ一人殺したところで。先月もそうやって2人殺しただろう。ちょっとやりすぎだ。命拾いしたな。お前にお客さんだ。おのれは高くつくぞ。外のやつに指示してあんたの口座に1本振り込ませておく。それでいいだろう。ちょうど車検でな、新しいのに買い替えようと思ってたんだ。助かるよ。あんまり長居すんなよ。じゃあ。例のブツだ。監視の目を盗んでその手のプロだった囚人に媚びさせた。これでお前は棒を抜け出せるはずだ。まだ俺はやるとは言うてへん。やるさ。あんたはやる。やるに決まってるさ。どういうことや。上の清和会が生き残っとるやと。ああ、そうだ。上野清和は今も都内の島で活動している。組織を拡大してな。お前、俺がシャバのこと何も知らん思てでたらめ言うとるんだちゃうんかい。嘘じゃねえ。それに上野は今じゃ東条会の親戚だ。あの事件の後、東条会は上野と五分の逆らず交わしたんだよ。どういうことじゃ。あんたは上野義春を取り損ねた。だが実質上、あの事件の後の上野清和会は虫の息だった。しかし上野清和会は潰れなかった。なんで。それはな、あんたの親父さんのせいなんだよ。親父の？あの25年前の事件の直後、笹井のおじぎは事件の責任を取って急遽引退してしまった。もしあの時あんたの親父さんが引退してなければ、笹井組は直系の組として昇格してただろう。なんで親父は。さあな、笹井が消えちまった今となっては真相は分からん。だが笹井のおじきの引退により組は解散、そして昇格したのは他でもないあの柴田組だ。柴田組。そう、笹井組と直系昇格を争ってたあの柴田組だ。結局25年前のあの抗争事件は笹井のおじきとあんたから全てを奪い去っちまっただけの出来事だったんだよ。あんたの気持ちはよくわかるぜ、冴島さんよ。さぞかし無念だろうよ。あんたは極道としての義理を貫き通した。失敗だったとはいえ、たった一人で敵対する組織の幹部衆を18人もぶっ殺した。あんたは東条会の伝説なんだぜ、冴島さんよ。でもな、25年前のあの事件、実は裏でもっと面白い話があったんだよ。あの日あんたはもう一人の兄弟分と一緒に上野を襲うはずだった。でも奴は来なかった。実はあれはな、最初から計画されていたことだったんだよ。したんだ。何の音だ。くそ、何が起きたんだ。どうしたんだ。見えねえ。なんだこの作業。何事だ。何をやってるか。あいつは冴島。これはどういうことだ。冴島、お前どうやって棒から出たんだ。脱獄するつもりか。こんなことしてどうなるか分かってんだろうな。おい、うわー、おい、俺も出してくれ。お前には懲罰棒も生ぬるい。今すぐここでぶっ殺してる。文句はねえよな。いいな、手加減はなしだ。奴を絶対この部屋から出すなよ。やれー。ここやな。先行け。どうした。なんで俺を先に。もともとこの脱獄はあんたが計画したもんや。そやからあんたが先に行かんとあかん。あんたが生き残らんかったら俺にとってこの計画はパーや。何言ってんだお前。俺はもう何も失敗しとうない。絶対絶対に後悔しとうないんや。それにあんたは嫌なやつかもしれん。せやけど俺を裏切らんかった。俺はそれだけで十分や。お前やっぱりまだ25年前のこと。ええから早せ。刑務官が来てまうぞ。冴島！冴島！早くしろ！冴島！何してんだ！早く！あんた、先行け。ああ？何言ってんだ！俺はあいつらを足止めしとく。あんたは先に海に飛び込んで逃げろや。冴島、はよせ。そうだ。